おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今週最後のお弁当です。豚バラナス大葉ポンテリです。ナスはね、くし形に6等分に切るよ。そしてね、玉ねぎはもう薄切り。カニカマはね、適当に細切り。もさ、適当に切っとけばどうせ炒めてる間にほぐれてくるからね。ウインナーに切り込みです。今日はね、いつもより多めに入れました。で、豚バラ、大葉、ナスの順でね、くるくるくるって巻くよ。大葉が入るとさ、また風味がね、良くて美味しいよね。軽く塩コショウです。裏表ね。そしたらね、片栗粉をまぶすよ。で、調味料を合わせます。分量はこれです。ポン酢だけよりさ、砂糖とみりんを入れればさ、コクが出てね、美味しいのよね。で、しっかり混ぜるよ。でね、だし巻き卵の準備です。昨日さ、なんだっけ、無印のオンラインでポチポチしようと思ったらさ、欲しいものがさ、売り切れだった。すごい残念だった。そしてね、デブ症なんだけどさ、どうしよう、今から無印まで行こうかな、でも車で1時間、行こうかなとかいろいろ考えてたの。まあ考えただけで終わったんだけど。ね、行きたいのは行きたいんだけど、なんせ1時間かけて行くのがさ、だるいし、広いさ、お店を歩き回るのもね、苦手です。ねえ、だからね、やっぱオンライン様様だなと思って。だから、でも自分が欲しいのがないときが困るのよね。だから入荷したらまたポチろうかなと思い方。そして今日は金曜日。今週何曜日だったかな、私休みだったの。水曜日だったかな。一日休んだからかわからんけど、今週はね、なんかね、サボりたい病が出てしまって、時々こんなあるの。なんかサボりたいなーって思う時がね、それでした。で、一日休んだからかわかんないけど、早かったように感じる。で、明日明後日は休みだから、またのんべんだらりとしようかね。のんべんだらりって。こんなあるの。もうお家がやっぱり一番好きだな。お家でこうボケーっとしてるのが好きです。これでね、だし巻きの出来上がり。コローンって転がり落ちそうやったけどね、無事でした。よかったよかった。そしたらね、ウインナーを焼くよ。で、ごま油を熱します。そしてね、玉ねぎとカニカマを炒めるよ。玉ねぎもね、美味しいもんね。でね、カニカマとおかか炒めにすればね、また甘みも旨みも増して、さらに美味しい。
で、ね、玉ねぎはさ、血液サラサラとか言うけどどうなんだろうね。なんか毎日さ、晩酌するからこう、気休め程度に思ってます。これで玉ねぎとカニカマのおかか炒めの出来上がりです。油を熱します。でさ、巻き終わりを下にして焼くよ。でね、これね、転がしながらね、1分ぐらいずつね、焼いていく。コロンコロンってね。そしたらさ、最後の麺の時にはさ、蓋をして1分蒸し焼きです。そしたらナスがさ、中まで余感で火が通ってじわってなるからね。でね、合わせ調味料をザバーっとかけて、このさ、タレがしっかり絡むようにこう、なんていうの、焼く、なんていう、しっかり絡めていくよ。これで豚バラナス大葉ポンテリの出来上がりです。ね、詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、傾斜をつけてる。で、豚バラナス大葉ポンテリは立てかける感じで詰めるよ。あらあら、滑った。でね、だし巻き卵は底上げをして、断面が見えるように詰めます。今日はね、ちょっとね、コロンとした太っちょのね、私みたいなふくよかなね、卵になった。で、ウインナーを立てかけて、カップを敷いて、ここにね、玉ねぎとカニカマのおかか炒めを詰めます。でさ、隙間ができちゃったから、ここにね、キャロットさつまちゃんを詰めて、で、ポンテリにさ、ごまをパラッと振って、ミニトマトをちょこんと。でね、今日はのりたまふりかけです。で、梅干しをちょこんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、こんな感じのお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。